広大な宇宙を揺るがす、その凄まじい雄たけびを耳にした人は数多い。しかし、それは何者なのか。奇人か、獣か、あるいは暗黒の巨大な魔物か。ゴライオンがよみがえったという知らせはたちまち宇宙の果てにまで伝わり、大暗黒星雲をも震え上がらせた。新しき戦いの砦、何？ゴライオンがよみがえった？野生は滅んだはずだぞ。だがその時ゴライオンだけは破壊することができずに捨ておいたと聞いている。誰かがゴライオンを守っていたに違いない。信じられん。ガルラ大帝国の攻撃を受けてなおかつ生き延びている奴がいるなんて。5人の地球人が逃げたんじゃないのか。まさか奴らがゴライオンを。じゃあいつぞやの地球の5人が。そうだ、ゴライオンを蘇らせた。その話本当か。もっぱらの噂じゃが符合する点はある。しかしゴライオンを動かすには5人の操縦者が必要だ。たった5人で。地球人がゴライオンを蘇らせたそうだ。5人は地球の腕の立つパイロットだそうだ。黙れ！わずか5人で反乱を起こすなんて大したもんだぜ。地球人とは虫けらのようなものと思っていたが、俺たちも諦めるには早すぎるかもしれんな。一寸の虫にもゴムの魂という例えもある。早速虫けらどもによからぬ考えが芽生え始めました。大バザール様、このまま放っておけば奴らは何をしでかすか分かりません。許さん。世に逆らう奴は断じて許さん。最下等の地球人に何ができる。この大バザールに逆らえばどうなるか目にもの見せてやる。では特に大暗黒星雲の中からえりすぐりの半獣人を戦わせ、生き残りの半獣人をゴライオンと戦わせるのだ。面白い。戦いは続けられ、最後に勝利した者が選ばれた。
勝利者は最高の戦士として選ばれた後、ゴライオンを倒すのじゃ。さすればガルラ大帝国の将軍に取り立て、新しい領地を与える。大暗黒星雲最強の勇者よ、お前にデスヘルの称号を与えよう。この素晴らしい体に妖科学の命を授けよう。かしこまりました。妖科学の炎に身を焼き尽くせ。地獄の命なると耐えよ。雷は天魔の命なると耐えよ。アルテア星を破壊するのじゃ。ゴライオンが蘇ったぜ。アルティア星の守護神が復活したんだ。さあみんな、俺たちと一緒に戦おう。どうした、なぜ出てこない。ゴライオンがついてりゃ怖いものなしじゃないか。俺が操縦してるんだぜ。おい、よく見ろよこの顔を。レッドライオンの黒金イサム様だい。おお、おい、おい、かっこ悪いぜ、お天気は。ちょっと待ちなよ。たくもう頭くんな。そう怒るな。ガルラ大帝国に立ち向かって戦おうなんてことは勇気と決断のいることなんだ。可愛いファラ姫が一人で立ち上がってるんだぞ。助けてあげようという勇気のある奴はいないのかい。おい、なんか言ったらどうだい。なんだなんだ、どいつもこいつも。よしなよ、ムコッキー。兄貴の方がおっかないってさ。なんてやつらだい。根性がないんでしょ。ああ、今にわかるさ。あれ、だんまりの兄貴、お姫様と一緒に何やってんだい。何やってんだい、だんまりの兄貴。これで宇宙メッセージを送るのです。ガルラ大帝国への反乱を呼びかけるのです。メカのことは僕に任せてくんなくちゃ。無口なだんまりが呼びかけするなんてなんだか妙だよな。結構なことさ。アルテアの連中は全然頼りにならんからな。外から同志を呼ぶしかあるまい。アルテアの民をバカにしないでください。ゴライオンに乗っただけでうぬぼれるでない。アルテアの民は知っている。ゴライオンを本当に乗りこなすことの難しさを。汚ねえな。俺たちの力を試した上で信用しようってわけかい。そうではない。ガルラ大帝国と戦うには薄っぺらな勇気や正義感では勝てん。とっくに覚悟をしてるよ、じいさん。俺もだい。おいらもだい。頼みますぞ。どうしたの？敵が。危ない。来たぞ。ゴライオンで出撃だ。
よし、発進だ。発進。攻撃開始。了解。なかなかやるな、ギラス。デスヘルを出撃させろ。はデスヘル出撃。はyou
頑張って、うん、踊れ。どう見ても敵の力の方が上回っている。そんなことはありません。私は5人を信じています。負けないで、ゴライオン。黙ってお祈りでもするんだな。まあ励ましてるのに死ぬな。敵の軍団が。やれ、もっとやれ。今のうちに城を叩き潰せ。壊せ壊せ、叩き潰せ。姫、逃げてください。ここも危険です。嫌です。何をおっしゃいます。このままではお命までも。この城はアルテアの戦いのシンボルです。断じて私は城から離れません。アルテアの民は私が城を捨てたらどうなるのです。なんで捨てられましょう。どうして逃げられましょう。私はアルテアの民を捨てません。それにあの5人の勇者も戦っています。でも私は何もできない。できることといえば。うるさい。黙ってお祈りでもしてろ。お祈りをするだけ。姫、城が。姫が。姫を助けろ。おう。急ぐんだ。うわー、姫。うわー、姫。どうすれば。雷門を教えてくだされ。姫、バーラ姫。父上、アルテア星は決して滅びぬ。姫よ、我が棺の紋章に手を触れよ。棺の紋章に私の手を。その時アルテア城は救われるであろう。なんだ？
あれは要塞だ。すごい。すげえ。ありがとう、5人の勇者よ。アルテア製に新しい砦でグレーダム城が出現した。それはガルラ大帝国に対する正義の城である。さて次回は、勝利に浮かれたアルテア王国にあの恐ろしいホネルバが潜入した。目的はゴライオンの5人の勇者を暗殺することだ。その魔の手は白金に向かって伸びてきた。次回、勇者白金の死、見てね。